ガバントスラジオ始まります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。このチャンネルはトスとガンバの試合のプレビュー、レビューなどについて語っていくチャンネルです。サポーターの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。今回のテーマは徳島戦のプレビューです。ちょー、はい。まあ、ここからねホーム連戦ということで、そうですね、まず1試合目徳島戦ですけども、まあ、今回試合の、注目ポイントと注目選手について語っていこうと思うんですが、はい、今シーズンの徳島、マッキーどういう印象ですか？まあ、J2 からの昇格組やと思うんですけれども、はい、まあ、その中で今順位は11位というところで健闘を十分にしてるかなと思いますけれども、直近あの新監督のポヤトスさんですかね、うん、になって、まあ、ここからが本当の戦いになるのかなっていう印象ですけどね。なるほどね。まあ、J2 でもともとね1位で上がってきて、うん、かなりさ前評判というか結構良かったよな、多分、うん、監督含めいいサッカーしてるみたいな話は、うん、ただねその監督が変わってどこまでいけるかなっていうのもあるけど、そうやな、といったところで、まあ注目ポイントなんですけど、うん、はい、まあ、僕が思うのはね、まあ徳島もかなり丁寧にボールをつないでビルドアップしてくる印象が強いので、うんうんうん、やっぱりどこまであのトスがハイプレスで奪えるかっていうところかなと。確かにね、まあそこで取れればねチャンスになるし、逆に徳島からしたらそこをかいくぐって早い攻撃というかチャンスを持っていきたいっていうのはイメージでしょうね、多分。そうですね。まあ、徳島のね前節リーグ戦レイするにね、まあ、ちょっと 5-1 というね結果になりましたけど、そうやな、あの試合で言うと、まあ、ちょっとレイするのプレスがうまく機能して、まあ、特に1点目とかね、奪って、まあ、それでまあ流れが一気にいっちゃったかなっていう感じだったんで、今年トスはハイプレスっていうのは一つのテーマとしてあると思うんで、そうやな、うん、どこまで相手に自由にさせないかと。それがしかもトスからしたらここ数試合ハマってる感じやもんな。確かにね、ちょっと今節もその勢いを持って徳島にもハイプレスでっていう感じです思ってるんですかね、金監督は。どうなんでしょう、まあ、金監督相手見てというかね、結構その相手に合わせてやり方変えたりするんで、まあ、その辺は見ものですね。確かに。じゃあ注目選手、マッキー誰かいますか？注目選手はですね、僕はサガン鳥栖から1名で徳島から1名それぞれ挙げたいなと思うんですけれども、はい、まず徳島から、はい、おそらくベンチ入りするであろう佐藤明弘選手がいるんですよ。佐藤選手、はい、これね、徳島のストライカーは今柿田選手がねワントップで張ってると思うんですけれども、はい、まあ、そこをここ数試合途中から佐藤明弘選手っていうのが途中から出てくるんですけれども、まあ、今回ちょっとどうなるか分かりませんが、この佐藤選手がですね実はもともとガンバ大阪にいまして、おう、でもうガンバサポーターもね決して心から忘れることのない選手なんですけれども、めちゃくちゃいいところでゴール決める選手なんですよ。はあ、その大事な試合取るというか大事な試合で取ってきます。なるほど、ね、で結構ガタイもあってヘディングもできるしポストプレーで潰れ役にもなれるし結構いい選手なんで、うん、真ん中でまあどしっと構えるというか、うん、そんな感じってこと。そうやな、うん、そうやな、もうターゲットやな。なるほどね。じゃあセットプレーとかもありえると。全然ありえる、うん、だからトスからしたら警戒すべき選手になると思うんで、まあね、うまくね、はい、リードもしできたらね後半相手パワープレーとかあるんでね、うん、全然ありえると思うんで、まあ、ちょっと今回、まあ、個人的にもちょっと注目してる選手です。なるほど。
トスで注目している選手は山下選手ですね。山下ね。はい。まあちょっとここね、数試合は林選手、そして酒井選手の2トップでね、リーグ戦はちょっといい感じになってるんですけれども、はい、山下もいるぞと。これまでの山下選手、今チーム内得点王やと思うんですけれども、はい、ゴール全てホームなんですよ。あ、確かに。そう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 。駅前不動産スタジアムでね、彼は強いんですよ。駅の男ってことか。だからね、まあちょっと今回、まあ、スタートから行くのか途中からになるのか分かりませんけれども、ちょっとここらでね、俺もまだまだスタメンに食い込んでいけるんだというようなゴールっていうのをね、期待してます。確かに別に悪いパフォーマンスしてるわけじゃないからね。そうやな。なぜか、まあ、ちょっとそれ以上にね、あの酒井選手の監督へのアピールというか、うまいこと言ってるんで、決して山下選手のねコンディションが悪かったようには全然見えないんで、はいはい、ここらでねちょっと一発期待してます。なるほど。ちなみにタッケの本節の注目選手は、僕はじゃあトスから2名出したいと思うんですけど、はい、まず一人は、松岡選手。おお、まあ、前線からのプレスって言ってて、うん、まあ、1列目ねフォワードがトスの、ね、2人をきっちり走ってくれるし、うんうん、そこでコースを限定した中で、うん、まあ、縦パスがね真ん中に入ってすると思うんですよ、うんうん、まあ、そこでいかにガツンと奪ってくれるか、うんうん、なるほど、まあ、松岡選手の持ち味としてやっぱそういうアグレッシブなね守備あると思う、うん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 、それをね存分に発揮してもらいたいなということで、なるほど、注目してます。松岡選手のところでボールが取れれば、そこから逆にねトスのいい攻撃、ショートカウン得意のショートカウンターに持ち込んでいけるかというところですもんね。そうですね。なるほど。でもう一人が、はい、フォワードからオホエドゥ選手。お、来ました。これねルヴァンカップね、ゴール結果出しましたね。見ましたか皆さん。いや見てると思いますよ。注目高かったですからね、ドゥンガ選手とオフォエドゥ選手、うん、ドゥンガで収めてオフォエドゥってね、まあ、ある意味なんやろ、トスのサポーターがほんまに思ってたようなサッカーというか、ああいう前線でパワー持ってやってくれるようなイメージで持ってたんちゃう。確かに、まあ、ちょっとね90分僕ら見たわけじゃないんで全体のパフォーマンスははっきりと分かんないですけど、まあベンチ入りして途中からとかあるんじゃないですか、そろそろ。確かにリーグ戦でも、前節 FC 東京戦はベンチ入りしたけど出えへんかったんやったよな、まあ、展開的にちょっとなフォワード、うん、ホイズを入れるような展開ではなかったかなという、なるほどね、まあ、もしかしたらスタメンもあるかもしれないしな。いや全然あるんじゃないですか、コンディションがね、もう金監督が見ていけるって判断すれば、うん、したらホームでリーグ戦でねちょっとプレーを見てみたいなと。なるほど。といったところで、はい、まあね、ホームの連戦1戦目ということで、うん、勝てるように応援していきましょう。はい、頑張りましょう。今日はこの辺で、ありがとうございました。ありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。今後もサガン鳥栖ガンバ大阪を応援していきます。両チームサポーターの皆さん、チャンネル登録お願いします。